皆さんこんにちは、はちまるです。今日はね、ちょっと食べ物の話をしてみたいと思います。先日ね、いろんな会社ではボーナスが支給されたと思います。で、ボーナス出たんで、なんか、子供らにもね、美味しいものを食べさせてあげようと思って、今日はね、もう雨がどっしゃ降りの中、スーパー長靴を履いて、この保冷バッグを持って、自転車で傘を差しながら買いに行ってきました。はい。でね、今日買いに行ったところっていうのは普通のお店ではないんですよ。卸問屋さんに買いに行ってきましたので、かなり格安に買えてるんですね。で、それは何かというと、まずこの保冷バッグでこう冷やして、持って帰ってますけれどもね、その買いに行ったもの、ご馳走してあげようと思ったものは何かというと、こちら、はい、ヘレステーキです。これね、普通だったら多分これ卸問屋なんですけど、一応店構えはね、肉屋さんにあまり見えないですよ、パッと見。うん、もう問屋さんなんで。で、ちっちゃいね、小窓へかドアのとこから入って、もう欲しいものをパッと言ったら、その場で冷蔵庫から大きい塊を出してきてね、バババッとさばいてくれるんですよね。はい。でね、このヘレステーキ 150g4 枚を買ってきました。600g になるんですけども、ほとんど6000円ですよね。でね、そういう意味では 150g 1000円ちょっとなんですけど、そんな肉って大したことないんじゃないと思うかもしれませんが、これが普通のお肉屋さんに並ぶと多分 1.5 倍ぐらいにはなるんで、9000円相当ぐらいになると思いますので、これ一応極上特選、ヘレステーキ、牛ヘレステーキというやつです。でね、そうなんですよ。私もね、最近焼肉屋行ってないんでね、ちょっとお肉食べたいなと思ったんですけど、がっつり食べたいんだけど、ちょっと油もんがね、ダメなんですよ。あんまり油取りすぎるとね、次の日お腹の調子が悪くなるんで、ヘレステーキで、今日は買ってきました。はい。で、早速ね、今日の夕飯に並んだわけですけれども、ママさんにこれ焼いていただいてます。結構ね、厚みがあるんですよ。で、肉というとね、皆さんいろいろ焼き加減というのが好みがあると思うんです。レアなのかミディアムなのかウェルダンなのかで、私の場合はミディアムです。でもね、そんなミディアムって言っても家で焼くんで、その中までよく分かんないじゃないですか、ママさんの方も。で、実際ね、こう開いてみると、んこれレアに近いミディアムだよね。でも、全部中まで火が通ってるよりはいいかという感じで、いただきました。はい。この焼いてる音もいいですよね。もう食欲そそりますよ、この音。昔はね、若い頃はというとちょっとあれですけども、下の僕ちゃんと同じで中学生ぐらいの頃は、もうロースが好きでね、やっぱ油もんでがっつり行くのが、もう満足感があったんですけど、今は量を食べようと思ったら、もうこのヘレでないと、もうロースを同じ量を食べたら気分悪くなるんで今回はヘレね、ということで、はい。ちょっと多分僕ちゃんには物足りなかったんではないかと思いますが、なかなかね、いい塩梅に焼けましたよ。はい。見てください。お腹空いてくるでしょ、こういうの見てるとね。はい。ほら、すんごい厚みがある。1センチ以上ありますよ、軽く。というね、もう歯ごたえ抜群、でした。で、私のこれ、なんかこれってミディアムよりはレアに近い感じがしますけど、ミディアムね。美味しかったです。これにポン酢をかけて、いただきました。で、あとの、方々、残りの人はみんなウェルダンです。はい。僕はね、肉はね、言っちゃ悪いですけど、ミディアムぐらいがいいと思うんですよ。本当にいい肉は。そんな中まで火を通したらもったいないな、と思うんです。というところで、皆さんのご家庭でも、ぜひ、焼肉でも結構ですけども、こういうちょっと
いい肉を、まあ、例えばボーナス日、給料日とかちょっと奮発して夕飯に、並べてみてはいかがでしょうか。